またしてもやられてしまうとは。マリオめ、クッパ様、早く次の手を考えねばなりませんぞ。気づいてね。新しい仲間レサレサと共にマリオたちは次なる冒険に向かうのでした。ふう、なんとか、でも結構ストレートにクリアできたね。よかった。いや、ドガボンの心臓と本体が合体した時はもう終わりかと思ったわ。こっちの体力少ないし、ね、回復アイテムももう使ったし。マリオさんのことが心配ですね。不死身のドガボンも無事にやっつけられたでしょうか。そうね。どこかで怪我でもしていたら私、どうしましょう。そうだ。情報を集めに行きませんか？あ、またあれか。ピーチ姫の探索コーナーが始まった。もしかしたら今頃クッパたちは、マリオさんに負けちゃったのを、みんなで悔しがっているかもしれないじゃないですか。ね？そうかもしれないわね。心配してばかりじゃいけないわ。何か調べに行きましょう。あれやね、マリオのターンとピーチ姫のターンが交互にやってくる。またあれか？いつも通り。この全く何回脱出しても全然そのままあるスイッチ。ここには誰もおらんのよね。よいしょ。そんなはずはない。もう一度説明するのだ。ですからクッパ様、さっきから何度もご説明申し上げておりますじゃ。ドガボンのやつもマリオにやられてしまいましたのじゃ。おかしいではないか。ちょっと待って、待って。ドガボンは不死身だったのだぞ。それがどうして負けるのだ。めっちゃ堂々と出てきたけど、ピーチ姫。さてはマリオめ、ドガボンの不死身の秘密を暴きおったな。これをさ、クッパはまだしも、おばばの方はわかるよね。見えるよね。またしてもやられてしまうとは。マリオめ、クッパ様、早く次の手を考えねばなりませんぞ。気づいてね。マリオの次なる行き先はおそらく兵法のおもちゃ箱でした。絶対可愛いやん。ではそこでマリオを迎え撃ってやるとするか。しかしただやっつけるだけでは面白くないな。あいつの弱点を見つけて悔しがらせてくれる。カメックババよ、何かマリオに苦手なものを。向いたよ。おい、気づかない。え、ん、気づいた。なんでピーチ姫がこんなところにいるのだ。見張りは何をしておったのだ。いや、そもそもさ、ピーチ姫の部屋の中にあのスイッチがあることがおかしいよね。まあ、それ捕まえるまではピーチ姫の部屋じゃなかったんかもしれんけど。いや、待てよ。これはこれはピーチ姫よ。ちょうど良いところに来たのだ。我が輩は今、マリオの弱点について考えていたところである。ピーチ姫よ、マリオの弱点を我が輩に教えるのだ。いいか、正直に言うのだぞ。マリオの苦手なものは次のうちでどれだ。クリボー、ガボン兵、キノコ。何それ。要はここで答えたものを用意されるってことかな、マリオのところに。じゃあさ、この2つは敵やけど、これ回復アイテムよね。回復とか何かしらアップするアイテムよね。キノコ。なるほど、そうだったのか。では他にも苦手なものはないのか。チョロボン、ハンマーブロス、雷ドッカン。これ便利アイテムじゃない。そんなわけないってわからんのかな、クッパ。雷ドッカン。ふんふん。じゃあ、あとこの中で苦手なものはどれだ。サンボ、トゲノコ、フレッシュジュース。フレッシュジュース。回復。おお、これでバッチリだ。ガッハ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 。苦手なものをマリオにぶつけて、今度こそやっつけてくれるわ。聞こえていたであろうな、カメックババよ。早速用意を始めるのだ。いいひひひ、かしこまりましたでした。これでマリオめをギャフンと。言わせられるのですかな。何か引っかかりますが。クッパ様のご命令とあらば、仕方がありませんな。全力を尽くしますじゃ。おかしい、おかしい。当たり前だ。我が輩の作戦はいつも芸術的なのだ。さて、カメックババよ。そろそろピーチ姫を元の部屋に連れ戻せ。今度こそマリオの最後だ。ガッハッハッハ。便利アイテムしか届かん気がするけど。
ほれ、手下どもよ。ピーチ姫を部屋に連れて行くのじゃ。あいあいさ。来た来た。あー、やっぱり。そりゃ戻されるよ。ただこれからもひょいひょい出てこれると思うけどね。いやー、マリオくん、我が輩は君を信じていたよ。なんとお礼を言えばよいものか。やはりマリオくんに頼んで正解であったな。大した人物だよ君は。こうして自由な体になったからには我が輩も君をサポートすることができるであろう。ほれ。そっか、また新たな。マリオのスターパワーが3になったぞ。マリオは星の降る夜という星の精の技を使えるようになった。星の降る夜は敵全体を攻撃する技だぞ。お、攻撃きた。マリオくん、一つ君に言っておかねばならぬことがある。実はクッパの木が前より大きくなってきているようなのだ。おそらくスターの杖を常に近くに置いていることの影響であろう。本人が気づいておるかどうかは分からぬが、杖の力が徐々にクッパをパワーアップさせておるのだ。我らは今以上に気をつけてかからねばならんであろう。じゃあ戦う頃にはめちゃくちゃパワーアップしとんじゃない。やめてや。さて、早速ですまないが、我が輩は星の国に戻るとするよ。他の星たちも待っておるだろうしな。ちなみに我が輩が迷いの森で道に迷ったことは、他の星のせいには内緒にしておいてくれ。ではまた会おう。そこプライドあるんやね。さあ、これで、もう動ける。次はあれなんやろ？なんか、兵法の、なんて言った、おもちゃ工場やっけ。違うかもしれん。そこに行けばいいんよね。ドゴボンに食べられた仲間に聞いた話なんですが、不死身のドゴボンのお腹の中は、お化けでいっぱいになってそうですよ。私たちはお化けですから、いくら詰め込んだってお腹いっぱいにはならないのにね。そういう感じ？ドゴボンに食べられていたいたずら好きのやつが戻ってきました。いると迷惑なやつですが、いないと落ち着かなかったんです。これで何もかも元通り。はぁ、本当にありがとう。いいえいいえ。とりあえずセーブしとこう。ああ、マリオさん。レサレサお嬢様お元気ですか？ほら、ここに。とっても傷つきやすい優しいお方ですから、ちゃんと守ってくださいね。そんな感じはしないけども。マリオさん、マリオさん。おお、ばあ。なんかあいつもビビってない？くー、素晴らしい。今の驚かせっぷり、まさにお化けの芸術ですね。あいつにはいつも勉強させてもらってます。私も負けないように頑張らなくっちゃ。そういうのがあるんですね。友達が帰ってきたんです。そりゃ嬉しいですよ。あとは驚いてくれる人が来るのを待つだけです。楽しみだな。で、兵法のは一体どこに行けばいいんだい？迷いの森、これはあれかな？一旦戻らんといかんのかな？ちょっと待って、ここが、カラカラタウンやった。上の方か？どこに向かえばいいんやろ？テレサのお屋敷、迷いの森。キノコ、どこ？プリ村。わからねえ。ま、でもあれか。すでに行ったことのある場所にしかこの、カーソル合わせる場所はないってことか。なんだろう、どこに行けばいいんだろうか。とりあえず、あっち、右側は、ドガボンの屋敷。びっくりした。とりあえず、左の方にずっと戻っていって、怖い怖い怖い、来ないでくれ。ずっとこっち行きよったら、とりあえず屋敷ね、ここ。戻れるかな？セーブしとくか。見つけたらセーブ。大事。これは結局何やったんよね？何にもないのか。
ブロック。お、ビリビリキノコをゲット。少しの間ビリビリになり、直接マリオに触れた敵を攻撃する。イエーイ。前からあのブロックあったっけ？うおー、道に迷ったぜ。やばいぜ。実は結構怖いぜ。何、誰？誰の声？おう。おお、久々だね。おお、マリオ助かったぜ。いや、俺とまた会うとはお前もついてないぜ。誰ですの、この暑苦しいのは。ひょっとしてこの森で迷子になっていらしたとか？でももうお屋敷のとこまで出てきたよ、君。うるさいうるさい。俺は迷子なんかなってないぜ。今日こそ決着をつけるぜ。俺の熱い拳を受けてみろ。また勝負か。普通に戦闘なんすね。いつもの俺だと思うなよ。行くぜ、パワーアップ。なになになに、羽が生えた。どうだ、パワーアップして俺の力をたっぷり見せてやるぜ。多分弱いんだろうな。どうしよう、ジャンプでいいか。あー、ダメだった。体力どれぐらいあるんだ。まあ5やけん微妙な感じやね。いけい。え、ダメージ与えれてる？レサレサ。なんか与えれてなくない？気のせいかな。なんか数字出てこんことない？ちょっと仲間チェンジしよっかな。パレッタで空中の敵への攻撃が得意やけんね。あ、ちょっと危ういかもしれん。ちょっと待って、すっきり爽快。で、パレッタよ。パレッタシュートで、よっしゃ、ナイス。危険だな。え、なんかもしかして結構体力ある感じ。ね、結構体力ありそうやね。大丈夫か？割と危ういのでは。いけたかと思ったのに。普通の攻撃で5はだいぶきついな。だいぶきついな。連続ジャンプしよっか。ダメだ。まだな、マジで。じゃあ次でやられてしまうんですけど。待って、アイテム、つらい、つらいよ。やられた。こんなとこでやられるとかありですか？ゲームオーバー。え、強くない？おいし、行くか。多分弱いんだろうな。多分弱いんだろうな。え、マジで？強すぎるやろ。あれやな、レベルを上げて挑むしかないっすね。そんなボスより強いとかある？はい、ということで、やっつけれてないけど、またレベルを上げて臨むということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でも次レベル上がったら何あげたらいいんかな。1回あたりに受けるダメージがでかいけん、HP 増やしたいとも思うんやけど、使える技が少なすぎるけん、フラワーポイントを増やしたいとも思うよね。マジで、1個しかあげれんのきついね。